はい、どうも、レオです。こっちです。パワプロ2018辻監督の胴上げに混じりたい。はい、やっていきたいと思います。はい。第何回目だっけな。12ぐらいかな、ぐらいかな、うん、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、例によって前回までのおさらい、はい、成績を見てみましょう。よいしょ。防御率 2.69、はい、5勝0敗、はい、もはやエースなのではというぐらいの5勝、うん、いや、だって、ほら、見てよ見て見て。そうね。ほら、はい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 、ほら、すごいすごい、すごい。しかも今ノリノリじゃん。ノリノリですね。ノリノリの時に登板があるのかって言われるとまた微妙だけど。どうだろう。あってほしいな。うん。はい。で、あとゲーム差は今2位で 1.5 ゲーム差。はい。ですが、まあ、貯金が7個で4連勝中なんで。はい。このまま一気にね。ね。はい。いきたいと思います。はい。じゃあ、例によってまたスキップしていきますね。はい。はい、レクオーは、まあ、僕が投げた後なんで、うん、優勢です。はい。あれ優勢？違うな。変えたっけ？変えたよね。確かね。久々だから、もたつくな。ちゃんとして？ちゃんとする。違う。トガメの後に、俺が5番手になったから、そうだね。えのきだだね。えのきだ。合ってるね、このままで合ってますね。うんうんうん。じゃあ行きますか。はいはい。じゃあ頑張れ頑張れ。うい。あ、でも勝った、よかった。新勝来ましたね。お、なんとかワグナーが勝ち投手になった。やったね。アップルパンチ、アップルパンチと出ましたね。うん、やったやった。お、1ゲーム差になった。1ゲーム差まで詰めてきたな。次がカード頭なんで、ここで優勢ですね。はあ、あら、秋山の調子が悪いが、まあでも秋山の会はいない。あ、うん、いない、いない。12球団どこ見てもいない大丈夫、はい、大丈夫、頑張れ、頑張りましょう。頑張れ。勝った。相性いいね。連勝が伸びていってるんじゃないの？サヨナラ勝ちしてるね。森君が。9回に森君がサヨナラホームラン。かっこいい。やっぱ天才だな、彼は。うん。これがやっぱりバンプが強いぞ。うん、お。トノサキのミートが上がった。それはありがたい。トノサキもっとミート本当はある気がするけど。うん、そうだね。それは。俺がファンだからそう見える、そう見えているのかもう西武ファンの人たちはそう思ってくれてると信じているけど。で、ここがここから確かウルフだったはず。そうだよな、そうだよな。そういうローテにしてたはずだけどな。いまいちローテを再編した時のものを覚えてないぞ。菊池の後が、ああ、タバタになってたのかな。タバタだね。で、ウルフ、ウルフが、ウルフの方が調子は体力が あるからウルフにしましょう。はい。こうやってまたずれてくるかもしれないが、うん、よいしょ。はいはい、じゃあ行きましょう。はい。さあ、頑張れ。頑張れ。はっ！ああ、惨敗。惨敗。わあ、初回にウルフが、やっちゃった。そっか。今日俺じゃないよってなったじゃん。マジか。そこはだって元気だったじゃないか、ウルフ。
お、なに？なんだろう。5月の月間 MVP、アルモンテすご。わぁ。メッセンジャーもすご。お。お、すごい。わぁ、山川すごいね、14本。お前は何本打つつもりなの？へぇ。塩見。へぇ。あれ？そうか。ちょっと月間 MVP とかなってみたいよね。うん、欲出しすぎかな。はい、スキップしますぞ。はい、次は。次は、ゴルフの後だから、タワタっすね。タワタ、逆になったの？うん、逆になったんで。わぁ。あー、なんか、すごくみんな調子が悪いけど、でも、またアサムと秋山の代わりなんていないですからね。うん。このまま行ってもらおう。頑張って。頑張って。頑張れ。頑張れ。やったー。ああ、解消。いいね。ああ、いいね。ああ、でも、秋山が打ってるよ。秋山が打ってるじゃないか。うん。メヒア20号もすごいな。てか、秋山12号もやばいな、やっぱ。すごいね。いいですね。バット型のキーホルダーを作るってどういうことなんだろうね。枝はすくすく育っているけど、7月。あ、トレードするの？ちょっと状況次第ですね。状況次第。移動日。移動日です。わー。あー、まあ、仕方がない部分はあるのかな。あ、最終投票結果。どうだろう。どうだ。どうだろう。見て見て。見てみよう。うん、さあどう？4位。あれ4位。4位ってどうなの？出れるの？ああ、微妙なとこじゃない。森くんは確実に出れますね。出れるね。山川も出れるね。中村。朝ムああ、朝ムが。まあ朝ムなんか打ってないからな、あんまり。源田が。源田。秋山が入っていない。そっか。そうなのか。ああ、メヒア、あ、メヒア惜しい。200票差。惜しい。あとちょっとだったのに。そうか。なんだか残念。そっか。ですが。まあでもね、監督推薦っていうのがあるから、とか。そうだね。そう、他があるんでね。うん、出れたらいいですね。はい。はい。じゃあ、その次は。次は、これカード頭になるはずなので移動機挟んで、あ、でトガメですね。はい。はい。で特に調子もみんな調子いいみたいなんで、よし。そのまま頑張れ。頑張れ。よし、勝った。勝った。いいですね。いいね。メヒア打つね。メヒア打つね。お。お。た、あ、同点。同率で1位になりましたよ。来たね。お、そして田畑のスタミナが上がった。ちょっとずつみんな上がって、うん、よし、ありがたい、いいことだよ。さあ次は、さあ移動日。移動日、お、移動日なのか。移動日挟んで、うん、で、あ、はいはいはい。で次は、でここは、はい、僕ですね。お、ノリノリですよ。あ、やったじゃん。初めてノリノリ。初めてノリノリの状態で。じゃあ今日こそはもう。いや、もう今日こそは。ちょっと待って、レアード。レアードは元気なレアードだね。いやでも、あれなんだ。でもうち元気だからみんな。そう。全然勝つもん。じゃあ行ってきまーす。頑張れ。はい。好調で投げれるんじゃないですか。そうだね。今まで一番ノリノリだとやっぱりコントロールが結構、いやもうあれでしょね、まあ、あとはもうサクサクって言って最後まで投げたいね。もう球速とかもマックス速度が出るから、へえ、うん、マックス144キロ、ね、おう
おう、ちょっとなんかその残念そうな感じ出すのやめてもらえる？頑張るよ。たださ、これ移動日挟んだのってこれさ、あれじゃない？狭い地方球場じゃない？これ。そうだね。どう見ても。うんうん。そうだよね。いやもうでも今日はあれですよ。大丈夫。打たれないもん。ほら見てたらすごい落ちるもん。これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは岡。狭い地方球場。入ってるね。なぜ？第2球。2球目ストライク。そんなの振りにしか見えないよって。投げた。変化球。これ見てるな。3球で仕留めてみせました。もうあれでしょ。今日は。投げた。ストライク。やりますよ。投げた、打ちました。ファール。第3球を投げた、変化球。空振り三振。見事なピッチングです。バッターは3番吉川。第1球。投げた、インローに送ってストライク。まずは入れてきました。第2球。42キロだという。投げました。ストレートに送ってストライク。もう追い込んでいます。投げました。空振り三振。ほら見て。すごい。どうだい。すげえ。連続三振で切り抜けています。いやもう。点取って。点取って。お願い。ああ。惜しいな。これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは近藤。直球ストライク。インローへ。ほら。いいね。44キロ。サクサク投げとか。スタミナが。投げました。打ちました。あ、大丈夫。大丈夫。このあれを引っ張ったけど、投げました。変化球見逃し。いいね。まあ、4者連続三振で見た。見た見た。バッターは5番レアード。あ、やばいやばい、来た。そうですよ。落ち着いて。うん、落ち着いてる、落ち着いてる。そんな。絶対寿司なんか握らせないですから。第3球を。うん。投げた。打ちました。ピッチャー正面。あ。大丈夫、アサムが、アサムが、アサムが、仲間だよ。いやいやいや、野球ってほら、まあ、チーム戦だからね。あれだから、みんなでやるものだから。そうね。そう。第3球を投げた。ボール。あ、振らないな。振らないよ。投げた、打ちました。セカンドボールフライ。でも大丈夫でしょ。うん、いいね。いいね。いいんじゃないですか。点取って。2回の裏がお願い。お願い。なあ。3回の裏。これからファイターズの攻撃。投手戦。先頭バッターは中田。投げました。変化球によってストライク。第2球。まっすぐ見送ってストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。投げました。ボール。投球、これから4球目。変化球、空振り三振。バッター、バントの名手、田中。第1球。初球空振り。いいね。もういいんじゃないのか。投げました。外角に打ちたい。気は抜かないよ、もう。追い込んでから。投げました。外角に打ちたい。よし。ナイスピッチング。バッター、バントの名手、鶴岡。背番号22。投げました。ボール。あれ、第2球。決まった。ストライク。よし。第3球を。今日は投げた。ガッチリ守備をキープする。ワンボール2ストライク。追い込んでいます。よし。よし、すごいじゃん。今日すごいでしょう。調子だけあるね。調子だけある、本当に。よし、点取って。お願いだ。1点でも、おし。おし、おし。でも今日はあれですよ。1点あればみたいなとこありますから。1点あれば十分。でも、抑えてやりますよ。そうそうそう。次の人たちのために、源田ナイス。しまわないな。でもでも抑えてるから。ゲットスポット1球目ストライクから。じゃあだってそうだよ。源田がすごいことなんて別にもうみんな知ってるから。よし、まずく第4球を投げました。よし、外すつもりだったけどね。
よし。あっ、これでスリーアウト。いいとこにいたね。いや、もう真正面ですから。取って取らないな。まあ言ってあれば大丈夫だ、ね、言ってあれば大丈夫。全然あれだから、この後の試合とかのために、ね、何あれ点をね、ちょっと野手の皆さんもそうだし ね中継ぎの人たちとかもこう休んでもらうみたいな、やっぱ疲れちゃうから。うん、浅村ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球アウト。そのためにね、今日僕が投げてるみたいなのもありますから。そうね。第2球投げた。リンロー際どい球ボール。第3球を日ハムの人たちもみんな持ってます。投げた。3球目ストライク。あいつすげえなって。次が4球目優勢。優勢かなって。そう、次が5球目。ちょっと投げた。外角低め、ストレートは外れてボール。どうした第6球を。どうしたの、急に入んなくなった。投げました、打ちました。サード右へのゴロ。ちょっと球速の遅い優勢がいるな。スリーアウトチェンジ。この回も三者凡退に切って取りました。前半終わりまして1対0。一塁を踏ませません。かわいいな。ね、かわいいね。あの人たちみんなかわいい顔してた。かわいい顔してた。ファイターズ、大展開で迎える6回です。バッターの松本。でもあれだよ、みんな別にもう1点くらい取ってくれてもいいんだよ。投げました。打った。スタンドに入りましょう。どういうざわついた今。すごいざわついたもの、心が。投げました。アウトコース低め。まあまあいいですね。そう第4球を投げました。空振り三振。よし、よし。あれ、あるしよ。ちょっとあれじゃないの、相手もちょっと必死なんじゃないの。いやー、いいコースだよ。あれ、うん、これは大丈夫でしょう。よし、これで2アウト、ランナーありません。バッターはバントの名手鶴岡。今日の第一打席はスイングアウト。初球を打ちました。取って投げて、はい、スリーアウトチェンジ。はい、来た。北海道日本ハム。お、もう一点来たね。来ましたよ。7回の裏、ファイターズラッキーセブンの攻撃。まだスタミナあるぞ。スタミナあるでしょ。サクサクいけるよ。ショートライナー。最後までね初球ストライク行きたいんだけどね。ちょっと今ね、これで追い込みました。これ言ったらいけないのかもしれないけどさ、今ねちょっとずつね、手汗が止まらない。緊張してるね。うん、あのお気づきじゃないかもしれないだけど、うん、今ね、うん、何が起きてるか分かってます。分かってるよ。言ってごらん。完全あれ、アッポチは。やっぱ気づいてました。言わないように。あ、言わないようにしてくれてたんだ。黙ってた。あ、そっか。大丈夫、手汗拭かなくて大丈夫。ちょっとさあ、これ拭いてるし。そう、今めっちゃ拭いてるね。これ完全試合まであとアウト6つなんです。しよう。8回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは近藤。いや、あの勝ってるんですうん、今2球目ストライク。ね、あのちょっとね、第3球若干吐きそう。投球これから4球目。吐いてくる？すっきりしてから。すっきりしてから投げた方がいい。投げた方がいいのかな。どうなんだろうな。
レアード。レアード怖いな。でも、これね。抑えれば。次はないだろう。しちゃったらさ、あれだから。フラねえな。投球これから5球目。よし、よし。もういいんじゃないですか。バッターは指名打者太田。今日はセカンドフライト。いやーこれ、これ。落ち着いて、危ない。いやあのさ、初球空振りから。これは。よしよしよし。よし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 。いいよ。いいよ。すごくいいよ。投げました。一球外したボール。第4球を。どうどうよっしゃ、よし、スラとかやめて。びっくりした、びっくりした。お、いいね、いいね。いやいや、さあ調子を気をつけて。そうなの。あ、な、よし、よかったよかった。あー、もう実況も言い出したな。言わない言わない、何にも聞こえない。いや、あのすげー聞こえてる何にも聞こえない。すごい聞こえてるの。よしよし、ずっと投げて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 、はい。あれ、これこれ言わない言わない、実況も言わないで。手足止まんなくなっちゃうから。ほら、ボールとか。いや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 、わざと。違う違う違う、今ね、完全にね、あれだよ。こっち側のレオも動揺しているようだよ。よしよし、よし、投球これから4球目。頑張って、いけ、よっしゃー。あ、バンザイってなってる見たかい。見たよ、バンザイってなってた。これがノリノリになった力、レオの本領ですよ。ほら、単独でお立ち台立ってる。すげえ。今まで2人だったもんね。そう、2人だったけど初めて1人。ああ、もうこれ、でも私台はないけども、手のひらがびしゃびしゃだどうしよう。めっちゃ吹いてんじゃん。めっちゃ吹いてるよ今。よく吹いた。いやもうね、こんなことになるとは思わなかったもの。今日はやったね。いやもうね、ほら、5連続三振とかしちゃってるから。レオの前に L ってあると曲何なんだろうと思ってた。そうそうそう、あのちょっとね、登録名は間違えたじゃないけど、ちょっと、まあ、前々から、もうね、なんなら1回目から気づいてた。あ、本当に、うん、分かりづれえなっつって思ってたけど、いやー、やったー、やりましたよ、やってやりましたよおめでとう。いやー、これはほら、6勝目ね、秋山打ってくれたし、よかったー。いやー、よかった。まあ、でも点取ってくれたからね。そう、できたことだからね。そう、あの西口さんみたいな例もあるから。そうだね、うん、よかった。やっぱりそういうこともあるから、うん、そうなんですけど、いや、これはすごい。これは見せたでしょう。これは見せたね。お、ほら、乗っちゃった、乗っちゃった。これチーム軍にニュースになった。コプリー、コプリー、名前かわいいなあ。お、やった、日本ハムキラーになりましたキラーになったぞ。キラーになったね。これあれなのかな、頑張ると全球団キラーつくのかな。全部ってつくの、どうなんだろう。そんなすごいやついる。そんなすごいことないよそんなのだって優勢くらいなもんじゃん。あ、でも優勢あるか。まあ、いや、そこは取れないよ。言わない、うん、よし、よし、来たよ。これついに首位奪還しましたし、やった、1ゲーム差になって、1ゲーム差で3連勝、貯金も11、うん、3連勝で、この流れは続けていきたいですね、うん、いい流れだ、はい、ついに1個偉業を成し遂げてしまいましたよ。次はまた新たなね、はい、
胴上げにもう一歩近づいてるので、ね、そう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 。でも今月の初めがこれなんだから、うん、次オールスターかな、オールスターとか出れたら出たいなっていうのと、出るかもしれないね。でもね、あとあれですよ、やっぱりこの流れでスタートしたんで、うん、7月の月間 MVP をね、あ、そうだね、ぜひぜひと狙いたいですね。狙いたいね。それがきっとチームの勝利優勝にもつながるから頑張っていきたいと思います。はい、はい、じゃあもしよろしかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。またね、バイバーイ。